はい、おはようございます。2日目スタートです。夕べ泊まったのはこちら金龍園さん。温泉めっちゃ気持ちよかったです。入りたい放題入れたね、うん、お肌もいい感じですね。手もカサカサしなかったね、うん、で今日はですね、日光のところちょこちょこ見学しながら湯西川温泉に向かいます。行ってみましょう。はい、こちらですね、日本ロマンチック街道を走っております。どうですか、ロマンチックですか？そうですね、うん、よかったです。はい、お日様出てきました。よかったですね。ところでロマンチックってなんだろうなと思って、ロマンチックって言いながらなんか今メルヘンの話しちゃってたんですけど、白馬に乗った王子様が白タイツで出てくる、ね、あとウサギがぴょんぴょん飛んできて話しかけてくる、白いヒゲのおじいさん、ね、そういう話、魔法使いの、うん、じゃあロマンチックってなんだと思ったら、止まらないやつだねっていう結論に至りました。見えるかな、すっごい綺麗じゃない、綺麗、静かで映り込んでてね、綺麗、見えるかな、近づけないのかね。すごいですよ。すごいですよ。でーはい、こぶりよ。もっと先だよ。もっと先、もっと先。もっとあと3歩ぐらい。あ、っていうか、ここを紹介してください。はい、丸沼です。すごいね、すごい綺麗です。いやこれどうですか、風景写真ですよ、このカテゴリーが。難しいですよ、また出ました。スナップじゃないですね。多分これね、時間帯ですよ、まず。ね、今じゃないんですよ。風景写真をされてる方は朝早く起きたり。なぜ朝早くなんですか？あとここ、これなん。じゃあそこ泊まろう、今度。うん、じゃなくて朝早いと何があるんですか？あ、なんかもやがかかったりとか。なんかあるんですよ、きっと見たことない何かがね、うん、そう、これダメですか、これぐらいじゃ。分かんないですね、難しいですね。あとレンズが、ああ、はいはいはい、レンズ問題、スナッパーだからさ、パラッパラッパースナッパーだからさ、パッパラッパースナッパーだね。そう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 、まあちょっと行ってみましょう。綺麗なことだけはわかります。私にも。うん、アホにもわかりますね。綺麗なことはね。これは綺麗、うん。どれくらい綺麗かっていうと、すごく綺麗。やっぱアホですね。はい、日本一らしいですよ。すごいね。うん、日本一来ちゃった。日本で一番いい感じらしいです。あ、なんか次行くとこかわいそうだね、なんか、うん、そうだね、そんなことになると ね、はい、このロマンチック街道というところは気持ちがいい道ですね。バイクもたくさんすれ違いました。結構スピード出してね、怖いんですよ、ね、いや気持ちのいい、いや気持ちいいとこですね、ここね、はいはい、車で走ってるだけでも気持ちいいとこですね。いいですね、いいですね。あの、脳みそがね、あのリラックスする音ですね、これ。はぁ。とりあえずもう、脳みそがリラックスして写真撮れなくなっちゃった。しょうがないですね。
さすがに今日は長ズボンで長袖で、そう、虫刺されないようにと、いうことでございます。バスで来たらアホですね。はい。さすがに今日はね、こういうところちょっと何か所か行こうかなと思ってるんで。そうだよ。虫がすごいです。やばい。この辺じゃない沼。これじゃない？ああ、この辺り沼ですか。そうなんじゃない？違うかな。ああ、沼っていうよりもこれはもうすごいせせらぎがたくさん複合的に。いやいやいや、これは綺麗ですね。ねえ。まあそこ牧場だもんね。うん、そうだね。いやー。すごい。ちょっと記念に写真を撮りましょうね。広くて入んないですね。はい、来ました。よいしょよいしょ。戦場ヶ原、あ、展望台です。どの程度映るかな。ねえ、こんな感じです。ここでヘビとムカデが戦ったんですかね。うん、はい、一加藤さんがですね、こちらのレストハウスでですね、ソフトクリームを買ったんですけれども、まれに見る綺麗な形のソフトクリーム。なかなかこんな綺麗に作れる人今までいなかったですよね。ここのこれ、あ、これこれこれ、 これ完璧です。これ完璧です。上手。すごいです。テンション上がりますね。はい、じゃあ、 楽しんでください。いただきます。あ、どうぞ。あ、いいですか。私もいいよ、もちろん。優しいから。食べてください。どんどん食べます。はい、虫が来ると困るんでね。はい、加藤さん、スイートンこの後いただくそうです。美味しそうです。ソフトクリーム食べて、それとスイートン美味しそう。ちょっと四角広げて。あ、美味しい。よかったです。いただきます。はい、うんうん、はい、噛んでます。ヘッドホンでお聞きの皆さん、すいませんでした。もう一口食べてみてください。あ、もう食べ終わるところでいいです。ちょっとだけ一口いただければ。おお、あ、美味しい。これ400円なんですって。たっぷり。いいですね。ちょっと作るの時間かかりますって、ここねって入れてくれたんだね、きっとね。多分そういうことだと思います。ここは2階がレストランで、それでそこで作って持ってきますとおっしゃってました。大根は味がよくも染みてるんですね。うん、なるほどなるほどね。はい、風が。ごちそうさまでした。いろいろ不器用です。